ウジェニー・グランデあるいは、ユジェニー・グランデは、フランスの作家オノレド・バルザックが1833年に発表した長編小説。1834年に、ベシェ版。1839年には、シャルパンティエ版として出版。1843年発行のフィルヌ版、人間喜劇では、風俗研究の地方生活風景に分類されている。 原稿は、ニューヨークのモルガンライブラリーに保管されている。純愛という役代をつけている版もある。田舎町、ソミュールを舞台に、グランデ老人の変質的な臨食ぶりと、その一人娘、ウージニーの純愛とが描かれる。ウージェニーの父親フェリックスは、元オケで、一年内に、彼の義理の母親、義理の祖父、祖母から遺産を相続して、それを投資して事業に成功している。 大変な臨職家で汚い家に妻、娘、手伝いと一緒に住んでいる。彼の銀行の出ぐらさんは、息子のアドルフに、ウジェニーが嫁いでくれることを望んでいる。ウジェニーは破産して、パリから来た重邸のシャルルに愛情を覚え、一旗あげるために、インドへ旅立つ彼に,に大金を送る。それを発見した父親フェリックスは過酷な罰を敷いて、それを見た母親は心痛で病死してしまう。 ウジェニーはインドから帰ったシャルルにも裏切られて、クリュショで、ボンフォン裁判長と形ばかりの結婚して、この田舎町で生活を続ける。ありがとうございます。